今年も各地で観測史上最高気温を更新暑い日本の夏を快適に過ごすためのまちづくりとは連日各地で暑い日が続いています全国929の観測地点のうち昨日は198カ所で今日は114カ所で35度を超える猛暑日に。 特に昨日は山梨県の身延町で39.2度になるなど全国9地点で観測史上1位の記録を気温を記録しました、えー、また今月1日からの1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で6588人に上りそのうち12人が死亡また先月 7月に熱中症で運ばれたのは全国で1万8600万人余り死亡したのは29人気象庁は高温注意情報を発表熱中症に警戒するよう呼びかけています暑さ対策として植物で日光を防ぐグリーンカーテン 水を噴射させるミストなどはよく見かけますけれどもね、うんえー、2020年の7月下旬から8月上旬にかけては東京オリンピック・パラリンピックも開催されますこの暑い夏は大丈夫なのかその対策はあるんでしょうか。はい、というわけでその今日はです、ね、街づくりの観点から語っていきたいと思います。街づくくりだけでももなてねあの文化的に言えばもう夏はネクタイやめようようとか すでに浸透しつつはあります、うん、つつけども、ね、まだまだですよね。それでもこうやっぱりこうジャケット、うん、ネクタイ、シャツみたいな組み合わせが変わらないところもあるんで。うん みんな仮牛でいいじゃないかとかねポロシャツでいいじゃないかとか <laughs> と思ったりするんですけど今日は街づくりの観点からいろいろと考えていきたいと思います、はい、はい、では、えー、今夜のゲストご紹介します建築環境工学などがご専門日本工業大学教授の三坂育成さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでは三坂さんのプロフィール簡単にご紹介します三坂育成さんは1967年生まれ筑波大学大学院九州大学 大学院そして竹中工務店技術研究所研究員を経て現在日本工業大学教授でいらっしゃいますご専門は建物屋外温熱環境環境え建築環境工学ということでえヒートアランド対策技術に関する研究などをなさっています、はいえー、建物屋外温熱環境研究というのは一体何なんでしょうか はい、何時時刻かだって考ええー、<laughs> そうですか、ねあのーまあ、特に専門としているのは建物の外、まあ、都市ぐらいのスケールまでのまあ熱環境ということで、はい、まあ一般的にはあの都市が熱くなっているヒートアイランド現象というのがございますけど、えー、まあそのヒートアイランド現象のまあどういう現象が起きているのかとかあるいはそれを対策するためにはどういう技術があるのかといったようなものを専門にしています、ね。えー、あなるほど 建築環境工学というのはどういうものなんですか。建築環境工学とはその外のことも含めてなんですが、まあ、特には建物の中のですね。例えば、今、あの空調が入ってますけど、はい、まあ省エネルギーで快適な空間を作るには、どういうシステムを作ったらいいかとかですね。そういったところを対象とする学問になってます。ああ、なるほど。こういった、やっぱり、その暮らし、住まいの、まあ、より良い過ごし方をできるような。 温度調整の話であるとかあるいは都市空間の設計の話、はい、そうした研究をしている方の特に都市のー、まあ、ヒートアランド関係の研究というのはかなり。 えー、海外的に見ても世界的に見ても多いというふうに感じそういった研究成果が実証的に効果を上げて、はい、これからの都市の在り方を変えていくというようなそうした研究成果も出つつあるんですかそうですね、まあ、そういうふうに進めていきたいというふうに考えていますそれはぜひ期待してほしい、期待していきたい、やってほしいというところですね。はい ではですね今日はですねそんな三坂さんと一緒に番組をお送りしていきたいと思うんですけれどもまずはここでですね連日続く猛暑などのお天気の状況について、はい、気象予報士の斉藤よ芳生さんにお電話で伺いたいと思います、はい、斉藤さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず今日も昨日もですね全国百地点以上で猛暑日となっていましたけれども、はいはい、どうして連日こんなに暑いんでしょうか、はい、あのー。 ベルト状に高気圧に西日本から覆われてるんですね、はい、それであの普通だったらばこう、高気圧が一旦どいて、ちょっと低気圧が来てみたいになって、一瞬涼しくなるときがあるんですが、はい、どうもその高気圧の勢力がしっかりしてて、えー、なかなかあの台風でさえ近寄ってこれないという状況ですよね、はいはい、ですから先日もあの台風がちょうど日本の東海上を北上しましたけれども、あのようになってしまうので。 やはりその高気圧がしっかり非常に今、居座っているという状況ですよねうんなるほど、高温注意情報などを気象庁出していますけれども、ええはい、いつぐらいまでこの暑さというのは続くんですか、はい、でこれ、まずあの目先の週間予報を見ますと、はい、まずはあの15日までは全国的に暑い予想になっています15日まで、西日本は35度以上の猛暑ですね。う で関東など東日本でも33度から34度、東北、北海道でもやはり30度以上ということですね、はいはい、で16日以降、さすがにちょっと高気圧が弱ってきて、えーえ、気圧の谷がやってくるので、ちょっとお天気が曇りか雨に変わってくるんですよ。このタイミングで東北、北海道では30度下回ってくるんですが。はい それほどあの強力な気圧の谷でないので、うんうん、関東から西日本にかけてはあまりお天気崩れないんですね。<ー>したがって16日以降も関東から西日本にかけてはやはりまだ暑さが続くというのが週間予報です。なるほど。まだで。その先なんですけどね、はい、あのー、簡単に言えば2週目。 気象庁は、はいあの、異常天候早期警戒情報というのを出してきたんですね。2週目っていつ,いつですか正確に言えばあの、5日目から14日目というのが正しい定義なので、日付で言いますと、8月13日から22日の間です。はい、でこの間に、異常天候早期警戒情報というのが出てきまして、異常天平、はい、年より全国的に気温が高いですと。はい で熱中症に注意しててくださいといととううよななここを促すすす情報なんですね、うん、これが出ま北海道から九州、沖縄までほぼ全国、平年を大きく上回ってくるだろうという予想になっているんですね、はい、あちこちこで1ヶ月予報っていってもっとその先の予報を見てみますと、えー、まあこれが9月の5日まで予報になっているんですが、はい、これを見ても東海から関東地方東北、北海道にかけて。 この辺りで平年より気温が高い確率が60%以上、うんそれから近畿、中国、四国、九州など西日本は平年より気温の高い確率が70%以上というになってるんですね。ですから、簡単に言えば9月5日まで今、1か月予報出てるんですが、はい。 9月5日までずっと全国的に暑いと、はあ、いうことですよ、ね、まだ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 暑い日が続くということです、ね、かなりあの極端なあの予報になってまして、ええ、でコンピューターでこれ、計算してるんですけども、はい、こういう極端な予報を出すときっていうのは、あのコンピューターとしても自信があるんですね、はあ、あの精度が高い予報ができているという自信があるので、こういう高い数字を出してくるので、はい、これはあの当たる確率高いと思います。うーん うーん当たってほしくないなあうん確かにあのなんか梅雨明けが関東遅かった分だけ、えー、だからそれを取り返すっていうような動きもやっぱりあるんですよね、これあの、自然現象っていうのはあの、保証性といって、どうしてもこう極端になると補うっていう性質があるので、多少そういう保証性が効いてるのかなというふうにも思います。うんうんなるほど はもう当面暑さが続くということで、はいええ、熱中症対策などに力を入れていかなくていけない日がずっと続くわけですね。でしょうね、あのーまあ、一般的に水を飲んだり、あのー、エアコンをうまく使ったりということも当然ありますし、ええあのー、ちょっと体おかしいなと思った時には、まあ、早めに医師の手当てを受けるとか、はい、あと、あのー、ちょっと先ほどもちょっと見てたんですけども、応急処置として、 冷たいあのペットボトルとか冷たい缶入りのコーヒーなんかがあれば、はい、それあの首の動脈とか、脇の下とか、えー、あとあの股の鼠径部とかの動脈に当てて、血液の温度を下げるっていうのが、なんか応急処置としてはいいようです、ねはい,はい,はい。で、もちろん医師を呼ぶのが当然なんですけれども、えー、あのそれまでの間、緊急の処置としてはそういうのが有効だというふうに聞いてます。あなるほど まあ熱を冷ますときにもね、はい、あのそうしたことしたりしますからね、そうですねあとあのちょっと怖いのは、ベビーカーとか、はい、高さの低いところのものですよね、ペットなんかもそうなんですけども、ね、非常にあの照り返しが強くて、通常の気温よりなんとかやっぱり高くなっちゃうんですよね、はい、ですからあの、赤ちゃんがベビーカー乗ってたりとか、あの 犬とかが、こうペットでこう歩いてたりすると、人間が感じている普通の大人が感じている。気温より、もっと高い気温を感じているというケースが多いですね。えー、そうですね。はい、だから、やっぱり小さいお子さんほど、やっぱり注意をしなくてはいけない。そうですね。うん、はい。わかりました。斉藤さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。した気象予報士の斉藤芳生さんにお話を伺いました。はい、というわけで。 美さん暑、はい、い日が9月まで続くということで、そうですね、これはちょっともちろん個人個人が、ね、あの熱中症対策していく必要もあるんですけれども、はい、こういったことがこれからも例年続いていくということになれば、やっぱりその環境面、はい、こういったことを考えていくということが必要になってきますよね、先ほどあのヒートアイランド現象という言葉が使われたんですけれども、はいはい、ヒートアイランド現象というのは改めてどういう意味の言葉なんでしょうか。はい えっとヒートアイランド現象というのは、一般的によく夏暑くなるとヒートアイランド現象で暑いなんていう言葉があがよく使われますが、実際にはですねあの都市の中心部、特に中心部が、その周辺に比べて高くなる、気温をですねまあ特定しているところをこう分布、等温線を引いてみると、ですね市街地の中心をに、その、 今日の高いところが島上に現れるんですね。はい、まあそれを熱の島、ヒートアイランドっていう風うに読んでます。えー、ですのであのヒートアイランドっていうのは郊外に比べてえ都市が暑いっていうまあ,まあ相対的な現象としてえ生まれているものです、うんうん。はい。それはなぜ生まれるんですか。はい、えっ、ー、とまあ郊外とかあるいは都市ができる前っていうのは。 やっぱり緑が豊かで、まあ、川が流れてとか土があってというと,ところだと思うんですけどそういうところっていうのはあの、まあ、水があの例えば植物が蒸散をしたりあの土の中の水が蒸発したりということであの熱を気化熱ですねあの水が蒸発するときに奪う熱、はい、これに変えてしまうので、まあ、それによってこう熱をためないあ特に土の中にためないっていうような、まあ、そんな機能があったんです。と、はい、ところががが、まあ、そういったものが都市ができると 例えば、アスファルトになったり、コンクリートになったり、いうと、こういったものは水を含みませんので<ー>、えー、そうすると水は表面を流れてしまう。そうすると、気化熱でこう奪われる熱っていうのがなくなってしまうんですね。<ー>で、その分の熱を、また、コンクリートとかアスファルトっていうのが、こう、熱を溜め込みやすいんですね。<ー>ですので、この熱を溜め込んで、表面温度が上がったり、あるいは、溜め込んだ熱が、夜になって放熱されて熱帯夜になったり、<ー>まあそういったことで、周辺に比べて、 まあ気温が高くなってきているというふうに考えられていますうんということはまあ都市化が進むことによってやっぱり暑くなりやすい環境に仕上がってしまったというふうに言えるわけですよね、はい、これリスナーの方からですねたくさん今日はですね暑さに関するメールを質問いただいております、はいえー、ラジオネーム石田さんからです 大阪の人は夏は大阪が一番暑いという人がたまにいますでも、記録的にはそうでもないらしくこれはヒートアイランド現象で体感的にそう感じるということでしょうかという質問なんですけど気温を比べてみると多分、大阪が最も高いということにはならないと思うんですが<ー>あのそれに加えて例えば湿度が高かったりとかですね、はいまあ、そういったことがあの体感的に暑さをもたらしてきて という可能性があります。なるほど、なるほど。あれはその。 まあその温度そのものが例えば大体同じようなものであったとしても日陰部分が少なかったりすると,と日陰に逃げてその瞬間的に涼むことができることが難しいとかそうしたような都市の設計になっているうう場所大阪はそうかっていうのは分からないんですけどやっぱりその同じ温度でもそれが永遠と続くのかそれともクールスポットみたいなのもの逃げられるのかでそれからあの夜の、まあ、特に熱帯夜の状態が、ま。あ 東京やあ東京比べると大阪の方が多いっていうような数字が出てきたりはしてますので、えー、日中の暑さの問題もありますし、はい、あと夜の暑さの問題もありますのでうん、うん、まあそういったものをこう統合で考える必要があるかと思いますあなるほどそう,そうしたその暑さっていうのはやっぱり鍵はその湿度というものと、はい、その温度そのもの、はい、この二つが重要になってくるわけですかいえあのー、人がですね暑さとか寒さこういったものを感じるときはですねあの一般的には気温で どうも判断しがちなんですが、<ー>実は先ほど言ったような湿度とか、ですねそれから風、気流ですね、それから、まあ、放射っていうのが効いてきます、放射、はい、特にあの外の環境では、ですね、まあ、さっき日向日陰ってありましたが、あの日射ですね、日射っていうのが当たるか当たらないかっていうのは非常に大きいですし、うん、それからもう一つ、赤外線っていう放射があります。これはですね、はい、あの まあ、あの人まあ人も含めてなんですが、いろんな物体はあの表面温度に応じて赤外線っていうのを出してるんですね、はい、ですからあのよくサーモカメラで表面温度を見てますけど、あれはあの表面温度を測ってるって言ってるんですが、あれは赤外線の分布を拾ってるんですね、うん、ですから赤外線がたくさん出てるところは、表面温度が高いから真っ赤に映っているっていうことなんですが、あのまあ、人ももちろん。あの 体温が35度ぐらいありますから、あの、その35度に応じた赤外線を出しているんですが、例えば日中のアスファルトの表面ってのは60度ぐらいになるんですね。<ー>そうすると60度の赤外線を受けてますので、まあ、人が出している赤外線よりも多く赤外線を受けることになるので、もうその分だけ、あの、熱く感じる、赤外線を受けて熱く感じるということになります。<ー>ですから、周囲の、まあ、壁面とか道路面とか、そういったところの表面温度が、 あの体温よりも高ければそれだけ赤外線を受けてるってことになりますのでまあ日射以外にもそういった赤外線を受けて暑く感じるっていうこともありますさらに先ほどあのネクタイの話されてましたけどまあどういう格好をしているのか半袖で短パンなのかとかあるいはネクタイをしているのかジャケットを着ているのかといったこととかあの人がどういう活動をしているのか座っているのか歩いているのか走っているのか,るのかまあこういったいろんな要素ですねまあ我々6つの要素って言ってます。気温湿度、えー 風、放射、それからあの何を着ているかという着衣量、それからどういう活動をしているかという代謝量、この6つがですね、はい、この体の、まあ、暑い、寒い、まあ、そい体感温度というのを決める要素というふうに熱を逃がしやすい服とか、はい、溜めやすい服とか、素材とか、はい、いろいろなものが関わっているわけですね、それぞれあのどういうふうにすればあの、より体感的に涼しく感じやすいというような研究というのは進んでいるんですかそうです、ね あのまあ、気温は低くなれば涼しく感じるってのよくわかると思うんですが、はい、湿度もやはり、えー、湿度低くなれば涼しく感じます、高いと蒸し暑くなって、不快になるっていうのがわかると思います、うんはい、それから風も、あのまあ、冬場なんかは特に風が強いと、体感温度が余計に寒く感じるってよく言われますけど、はい、風もあの夏場であれば風が吹いてる方が涼しく感じます、はい、そして放射もあのやはりあの、まあ、日射を受けない。 それから周辺に対して、えーまあ、自分の体温よりも、まあ、周辺が低ければ、表面が低ければ、その放射をこう逃がせることになりますので、うん、まあそういった環境を作っていくということが、あの体感温度を上げない、低くするということに対しては大事になってきます、はい、あと、服装、例えばメッシージのものを着やるとか。 あの密封性の高いなんかもう首元までボタンを閉めるみたいな服とかじゃなくてちょっとこう開放感になってっていうような服を着るであるとか素材もあ素材も,もう最近はあの何かいい機能性の高いシャツとかそういうのも出てますのでそういうのが聞いてくると思います、うんうんうん、そうですよねまあ男女でもその夏に向いた服装っていろいろと違うと思うんですけれどもスカートの方があが涼しかったりするので今年はいいです、ねうんうん、かね まあ男性でもやっぱりネクタイを外したいとかそうです、ね、そうしたような形ですよね。はいはい、う,うん、なるほど。このメールも来ております。はい、えー、ラジオネームおせにせさんからです。今日は本当暑かったです。なかなか温度が下がってくれないという感じでした。 えー、市街地でエアコンを使いすぎて外気温が上昇しているのではなかろうかと思っています東京などをはじめ市街地の気温が高いということはそういうことなのではないでしょうかという質問なんです、はい、確かに、ね、エアコンの、ねあのー、室外機設置されている前を通るともはってもはってもちろんあの、まあ、そうう空調機の室外機からの排熱というのは非常に大きな。 要素にはなっていますただあの、日中はですね実は非常にわれわれがこう生活をしている空間のところというのはこう、大流というか空気の混合がすごい進んでいますので、<ー>結構その、まあ、本当に近いところに行くともわっとするんですが、その熱というのがかなりその上空の方まで運ばれて混合されているので、昼間については、まあ、もちろん影響は暑くなる要因にはなるんですが、あのまあ、そのインパクトとしてはちょっとそ,それほど。 大きくないというふうにいたいと言い過ぎなんですが、はいはい、夜になると逆にちょっとあの、同じ熱でも夜の方が気温を上げるインパクトが大きいというふうに言われていますじゃあ、外側の熱帯夜をエアコン使っている人たちが作り上げるその可能性はちょっとありますすねあそうですか、はい、ただあの、そうは言ってもあの、やっぱ体調管理の上で必要な空調っていうのはやっぱやらないといけませんので、最近は。 まあ正直言うと空調のです、ね、効率が、特にルームエアコンですね、家庭用のエアコンは非常に効率が上がってきてますので、まあ、そういう意味ではあの、やはり体のことを考えると、まあ、我慢をしないということの方が大事かなという,ふうにうんなるほどあとこの暑さを感じるにそに、はい、その本人の代謝の話されましたよね、はいはい、これはやっぱり年齢であるとか、はい、男女であるとか、それからまあ体調であるとか、はい、いろんなものが本人の状況として影響するわけですかね。人 での熱を逃がす機能っていうのはやっぱり持っている自律的に持っているんですが、はい、まあ最初にあの熱があの発生する、まあ、増えてくるとあの体の奥の温度が上がらないようにということであの血の流れが多くなるんですね、はい、血の流れが多くなって表体の表面に熱を運ぶんですねでその体の表面からあの熱を逃がそうとしますただしその今体の表面が三十五度で気温が三十五度を超えていきますと 熱っていうのは温度の高い方から低い方にしか流れませんので<ー>熱を逃がせなくなるんですね、はい、でそして次にど最終的にどうなるかというと汗をかきます、はい、で汗をかいて、まあ、汗があの蒸発するときに、まあ、先ほどの緑として、ね、あの気化熱によって熱を逃がすっていう機能があります。はい、でで、えー、これがですねあのー 高齢化、まあ、年を取ってくると、ですねこの汗をかきにくくなるんですね、うん、まあですから、今みたいに気温が上がって、体の表面から熱を逃がせない、でもう汗の気化熱に頼るしかないのに、汗が出ないっていうことになってくると、やはりその体の熱が逃げなくて、熱中になりやすいということで、まあ、高齢者の方がですね熱中になりやすいっていうのは、そういうこともあります。うん、また逆に子供ののの方ですとやっぱりその熱の、はい その照り返しなどを受けやすかったり、それから、まあ、もう体全体が小さかったりするので、あっという間に水分が奪われてしまうと、水分不足になってしまったりと、ねはい、いろいろ影響を受けやすいということがあるわけですよね,そうですね、まあ、子どもの場合は、まだその自律的な機能がまだ未発達の状態がありますし、えー、まあさらに先ほどまあおっしゃったようにです、ね、まあ、温度が高いアスファルトに近いところで。あの 小さいので生活しますので、えー、その分だけこう熱を受けやすいってことになりますのでやはり注意が必要ですねなるほどその暑さのメカニズムについてはよくわかりました、はい、でですねではどんな街づくりとかあと家での工夫でね、はい、ちょっと庭とか窓でこういうことをしたらどうかっていうような質問メールたくさん来ているので、はい、その環境づくりのコツについておしゃれせに続いて伺っていきたいと思います、はい